こんにちは、今日はですね、花博にやってまいりました、花博鶴見緑地公園ですね、鶴見緑地公園のいいところはですね、無料で水遊びができる。これは前の元浜緑地と一緒で大きい噴水があってですね、そこでみんなで水遊びするんですけど、まあまあ無料の割にはなかなか面白いスポットになっています。もちろん公園も広いんで、その、まあ、水遊びした後に奥の森の中で遊ぶんですけど、まあそれもまあまあなかなかこう探検心をくすぐるようなですね、感じになってていいです。でまあ北の方に行くと、なんですかね、アスレチックとかもあって、今日ちょっとそこまで行くかわからないんですけど、なかなか鶴見緑地もね、コスパのいい公園です。これがですね、花博の噴水です。めちゃくちゃ暑いんでね、今日35度はまあ軽く超えてますね。ほとんど人がいません。まあでも噴水はね、まあ水の中は涼しいので、まあ楽しそうですけど。おお、それでもめちゃくちゃ人少ないです、今日は。いつももっと子供で賑わってるんですけど、やっぱり今、ね、外出たら危ない言うてますから、みんな控えてるんでしょうね。またね、反対側、あそこの奥にあるのが鶴見プールで、まあみんなプールの方が、ね、人気があるんで、はい、こっちは人が少ないかなと思います。プールはね、幼児が半額で大人が1200円ぐらいだったかな。だからまあこっちタダなんでね、やっぱりタダの方がいいですよね。ということで、はい、子供たちはしばらく遊んでいます。あれですね、台風の目に折るような感じで、滝のど真ん中に座ってる子がいます。なかなかワイルドですね。おお、わあ、お、大丈夫か、あの子。お、行った。ゆうたはね、ビビリなんであんま行かないんですよね。あー、すごい。あー、気持ちいいだろうな。結構すごいね、勢いで水が落ちてきますから、箕面の滝に行くよりもこっちの方が滝を感じれるかもしれませんね。また行った。お、まあ、こんな感じでね、四方八方から常に。なんていうんですかね、水鉄砲みたいなのが飛んでますので、はい、もう、その気になれば、5秒もあればべっちゃべちゃになります。水遊びが終わったので、今からちょっと、パビリオンを見に行きます。まあ、大阪の人はね、花博なんかは、多分来たことある人がほとんどやと思うし、別に珍しいことないとは思いますけど、もし、ね、来たことない人はまあちょっとこう、あ、こんなとこなんだって知ってもらえたらなと思います。こんな感じでね、まず入り口入ると大きい池がありましてですね、はい、気持ちいいんですよ。僕的にはね、万博よりも花博の方がアクセスが簡単かなと。なんか見どころはね、万博の方が多いんだと思うんですけど、こう自然を感じれてアクセスがいいのはまあ花博かなと思います。なんかね、なんとなくちょっと
外で遊びたいとか散歩したいという場合はね、花博はめちゃくちゃおすすめです。万博ね、やっぱり駅からねちょっと遠い、まあモノレール使って地下鉄で線中まで行って、そこからモノレールでってなるとやっぱちょっと遠いしで、駅降りてからあの会場とか万博のあの公園内に入るまでも結構長いんですよね。なんかちょっとこう躊躇するというかね、行くのに。まあでもここはねもう駅降りてすぐですし、まあそんな個人まあ大きくないというかね、万博ほど大きくないんで、さーっとこう見て回って散歩して帰るっていう感じですね。あ、暑いな、誰もおらん。でもまあここ花博はねもうこの何ていうんですかね、噴水のとこからこの何ですかね、公園内に入ってすぐ各国のパビリオンがあるので、まあ見やすいですね。行ったらあかんで、この辺ね、あの春になったら桜すごいんですよ。僕も何回か失敗したことありますけどね、大阪城の桜だけはやめた方がいいと思います。むちゃくちゃ混んでます。子供が迷子になったことありますし、大阪城よりだったらやっぱこ桜見るんだったらこっちの方がいいですね。大阪城の桜はね、まあ桜自体もちろん綺麗なんですけど、もう座るとこないぐらい人いっぱいいるし、トイレもすごいし、ビール買うのも行列やし、もうなんかもう並びに行くみたいなもんですね、本当に。そうやね、このね紫亭っていうね日本庭園からのちょっとこの森の中に入っていくところが僕が結構好きなスポットでですね、まあ、ここはね有料の施設なんで、なんかお茶会とかするのにお金払って予約すればできるみたいですね。まあ僕はもちろんお茶はしませんので使ったことありませんけど、趣はありますね。でね、こっからね、こう道なき道を行くんですけど、ここがね、僕結構好きなんですよね。なんとなくこう森の中を散策しに行ったような気になって楽しいです。まあただ歩くだけなんで飛ばしてもらって大丈夫です。うん。こっちか。わ、でっかいセミか今のは。これね、一応まあ道になってるんです。セミがすごいな。一応ね、こう、かすかに道がありましてですね。まあこう、ずんずん進んでいくと、なんかこう、自然を満喫したような気分になります。ああ、もう暑いって水が枯れてますね。もうちょっと涼しくなったらね、ここがね、ずっと水が流れてて気持ちいいんですよ。まあ言うて、本物の水じゃなくて、人工的な川ですので、まあ大したことないんですけど。このね、この山道はね、ちょっと、公園っぽくなくて、まあ、個人的には好きです。まあ、またね、秋に来たら、ここの綺麗な景色を見たいなと思いますね。なんか年に1回か2回はこう来たくなる場所なんですよね、ここ。え？そう。で、まあ、普通の。こう通りに戻るんですけど、まあこれだけです。大したことはありませんが、僕の好きなスポットでした。はい、ここは、なんか西アジアレストハウスという、まあなんかベンチが置いてありましたね。ただの休憩所みたいな感じで、これなんですかね。まあどっかの国のなんか建造物をなんかこう、パビリオンとして、作ってるんだと思います。あれもなんかのパビリオンですね。まあ中にはね、もう何もないんですよね。こういうのがちょろちょろとあってっていう感じで、穴開いてますね。ベリーズ、ベリーズ。よう分からん。
こういうのもね、全部なんかの、その、国の、ものを、まあ、示してるんですけど、ブータン王国。まあ、これがブータン王国だそうです。なんもないやん。で、これが、インド。ブータンの人はあれ見てブータン感じれるんですかね。これがまあインドらしいですね。パパ、まだ着いてへん。まあインドの人はこれを見てああインドだって思うんでしょうね。これは何なんですかね。まあこれはなんか。なんですかね、東南アジアの何かなんでしょうけど、まあこんな感じでね、いろんな、なんですか、モニュメント、なんですか、パビリオンが、まああるということで、ちょっとブータンはちょっとびっくりしましたね。ベンチ木何がブータンやったやろうっていう感じですけど、はい、今度ね、大阪でも万博行われるんで、こういうのができるんですかね。これやっぱタイランドですね。はい、私の第二の国、タイ王国です。これタイやって、タイランド。下に書いてるのはタイ語で、プラテートタイ。プラテート。これタイの？っていうんですね。はい。ここタイ？あ、ここはタイじゃないよ、日本やで。日本。まあこんな感じでね、パビリオンが並んでます。エジプト。アラブ。わからへん。うるさいな。はい、エジプトアラブです。どうですか。これもちょっとさっぱりしてますね。パパ帰らへん。もう帰るよ。うるさいからもう。違う。これは？全然全然これは？あ、これなんかライブ会場ですね。ここでなんか時々催しがあるんでしょうね。はい、これはインドネシア共和国。これが This is インドネシアですね。わからん。ちょっと手抜きすぎちゃうか。これインドネシアやって、これネパール王国ですね。これはちょっとまあなんかね、これぐらいまでやると確かになんかその国の空気感を味わうような、味わえるような気しますけど、インドネシアとブータンはさっぱりわかりませんでしたね。なんかこれなんですかね、その各国がお金出して作ってるんですかね。だから金出してる国はへこ作ってくれてて、金出さない国はもうベンチだけみたいな。ちょっとよくわからん。ここはもうスリランカ、なんですかね、スリランカの木を植えてんのかな。いやでもこれいろんなとこにあるぞ。はい、これがスリランカです。これもかなり手抜かれてますね。すごいな。なんか この辺回るのことってあんまりないんで、まぁ、ちょっと面白いっちゃ面白いですね。うん、あまりのその、なんていうんですかね、なんですかね、手抜きというか、やる気の差にちょっとびっくりです。で、こう歩いていくと、まあ、こっちはパークゴルフ。まあこれなんかちゃんと作ってる感ありますね。モロッコって書いてますね。モロッコはまあこういう彩りのお家なんかな、神社なんかな、そういうのがあるんでしょうね。僕にぶつかって転んで叫んでます。はい、モロッコです。知らんよ、お前がぶつかったんやろ。万博って、その、花博と、まあ、吹田の万博と、二つありますけど、日本中にいっぱいあるんですかね。ちょっとわからないですけど。はい、これは、トルコ共和国。
ね、これトルコの人は何かを感じるんでしょうね。これはイタリア共和国。なんすかね、これ一体。あ、こう入ってくんか。このイタリアな感じはあんまりないですね。僕の、あ、でもなんかこの床はイタリアっぽい。よくわからん。ここどこ？あ、わかんないですけど、こういう構造の何かがあるんでしょうね、イタリアには。これ。あ、グレートブリテン。イギリスですかね。北部アイルランド連合王国。これなんかちょっとそんな気に。プール？せやな。うわ、入らへんやん。国際造園家会議、家会議どうかな。なんすかねこれ。子供がね、もう疲れてうるさいですね。これはなんだ？経済協力開発機構 OECD。 これなんかニュースで、これが OECD がなんかプレゼントしたんですかね。本当によくわかんないですね、この花博っていうのは。ドイツ連邦共和国。これとやっぱ先のやつ、ドイツですね。これがドイツ。これは中国ですかね。違ったらごめんなさいね。あ、なんか、なんかこう風化な感じですね。ドイツ連邦共和国。あ、なんかドイツもなんかいろいろあるんですね。あっち行っていいよ。行ってみ。何も、あ、入られへんで。いや、行ったらわかるよ。ユナイテッドネーションズ。なんか、ここまでじっくり万博を回ることは確かにないな。あ、やっぱり中国ですね、これは。欧州共同体。まあ、なんか国と関係ないもんが結構あって、やっぱりこう協賛してくれたところのものをなんか作ってるんでしょうね、きっと。まあちょっと勉強不足でごめんなさい、全然。ただ散歩に来てるだけなんで。うわ、オランダ王国ですね。オランダは王国なんですね。タイも王国ですね。あ、オランダ王国で誰かが休憩されてますね。ということで、なんかちょっとぐるっと回ってきましたけど、これで終わりです。最後にあれなんや、せっかくやから見ていきましょう。これもただ木が生えて、はい。ずっと子供喧嘩しますね。あ、最後、はい、アメリカ合衆国です。カリフォルニア州。うん。はい、帰ろうか。だってさ、ネコの舞台が、あら、こっちだよ。もうやっぱ先に。違うで、あっちやで帰るの。あ、鳩がいっぱいいますね。そうそう、ここもね、結構気持ちいいんですね。あれ、さっきの中国のパビリオンですね。その反対側に来ました。鳥がいっぱいいてね。まあ、釣りしてる人はいないですけど、鳥に餌あげたりして。結構開放感のあるスポットです。結構ね、水も近くて。まあ、水遊びまでは行きませんけど、ちょっとこう、自然と触れ合える場所ですね。まあ、今暑いからあれですけど、涼しくなったらこれね、結構気持ちいいんですよね。あ、真冬と真夏は来るとこじゃないですね。花博からでした。
った、まあ、特に面白い動画でもないんですけど、まあ、行った先のねこういうのをちょっとずつ撮ってなんか記念に残していこうかなと思ってます。もしねなんか気になる場所なんかがあればよかったら見てください。ということでさよなら。